セリーグ巨人6、三中日、2024年9月15日、東京 D。巨人は岡本はの超特大勝ち越し23号ソロと吉川の4号ソロを含む3安打4打点の活躍で勝ち切り、チームの連敗を2で止めた。写真、4回、マウンドの間の、右、野本に駆け寄る小林。2番、 3塁に入って結果を残していた35歳の坂本が体調不良でベンチ外となった一戦。34歳の菅野は3年ぶりとなる中4日登板で先発マウンドに上がり、15勝目こそ逃したものの6回途中10安打3失点と粘りの投球を見せてバトンをつないだ。すると、3対3で迎えた6回にキャプテンを務める主砲。 岡本はが左翼スタンド後方にある壁を直撃する超特大の勝ち越し23号ソロ7回には副キャプテンの吉川が中越二点的時3塁打を放って突き放した吉川は初回に先制的時打3回に4号ソロ3安打4打点の大活躍だった阿部晋之助監督45和試合後いやもう素晴らしかったですねはいとまずは吉川の大活躍に一言 岡本はについては、4番が打てば、うん。勝てる確率は上がってくると思ってるんで、はい。ナイスホームランだったなと思いますと、主砲の意地を見せる8戦ぶりの一発を喜んだ。交代時に自らマウンドへ行って声をかけた菅野については、どんな言葉をかけたのか聞かれると、いや、大城をね、ファーストで使ったのは僕のせいなんで。申し訳ないって言って、それだけです。 と大城宅の接種を謝罪したと明かした。残り13試合に向けては全部大事。